北区。北区は、岡山県岡山市にある行政区。同市の政令指定都市移行に伴い、2009年、平成21年4月1日に設置された4つの行政区のうちの1つ。同市の市役所及び岡山県庁所在区。同市中心市街を含む北西部を占め、面積、人口、人口増加率とも4区のうちで最大である。また区域は、 微前国域を中心に、微中国、三正加国の三国にわたっている。北区は、地域の下半を占める面積を有し、政令指定都市の行政区としては、静岡市青三1 0 7 3トル、浜松市天竜区、9 4 4トル、札幌市南区、6 5 7トルに次ぐ四番目の広さを持つ。また人口も横浜市港北区。 32.9万人、横浜市青葉区、30.4万人に次いで3番目の多さとなっている、2010年国勢調査時点。区域の北部は、旧三戸郡三戸町、竹部町域などからなる。南部は、半田山や京山、木尾の中山島、緑豊かな里山が残されており、丘陵部では、マスカットオブ、アレキサンドリアや清水白島など高級フルーツの、 幸いが盛んに行われている。一方で、区域の南東部に、江戸時代に岡山班長の置かれた岡山城の城下町として発展した中心市街地がある。現在では、高層ビルが立ち並び、山陽新幹線と山陰四国から多数の列車が発着する JR 岡駅を要し、岡山県庁、岡山市役所等の行政機関、岡山県下最大の商業地を有しており、 岡山県の政治、経済の中心は元より、中国、四国地方における拠点の一翼を担っている。区域の北部は、キビ高原の隆起順平原面と、旭川などがそれを過酷し形成した谷底平野からなる。南部は、旭川や笹ヶ瀬川、それらの支流等によって形成された岡山平野などからなる。現在、岡山平野の一部となっている。 区域南部の平地部の多くは、古くは海域であった。この海域は南部に、当初の小島が存在し、キビアナ海と呼ばれ、九州から機内を結ぶ重要な海洋航路となってい。旭川は、現在の玉川市辺りで複数に分岐し、東区南東から中区にかけての範囲に、複数のデルタ地帯を構成した。また笹ヶ瀬川が、キビ中山東部でキビアナ海へ流入。 総社市イジリアあたりで分岐した高橋川東派川が総社市中心部から遠くの高松地域を経て木々中山西部で分岐しその東派川が庭瀬あたりで木々穴海へ流入したとされるこれらは長い年月をかけて土砂を木々穴海へ運びまた古代より上流部に盛んであったたたら製鉄によりさらに土砂が海域へ流入をし次第に海域は 遠浅となっていき、吉原や干潮時には、干潟が広がる地域が増えていった。中世から明治時代にかけ、これらの地域は、干拓による、神殿開発が徐々に進行し、江戸時代には、かなり活発に造成が行われ、現在の岡山平野が構えされていった。遠く域にあたる範囲の平野は、江戸時代前期には完成された。山間部においては、明治維新の前後に、 過度な森林伐採が行われたため荒廃。上竹部村では、近隣の村々と共に、従来一気が見えなかった陰山状態にあったという。また、笹ヶ瀬川の中流域に存在した、横井村、上流の野谷村、馬屋城村で9余丁部、約90ヘクタール以上の陰山が存在していた。陰山から、降雨の度に流出する土砂は河川を天井が沸かさせ、 1892年、明治25年の水害では、横井村だけで、浸水高地166町部、約166ヘクタール、浸水家屋102戸を記録した。その後、萩山へ荒廃した河川には、明治16年から昭和30年代にかけて、断続的に現在砂防事業、地産事業に相当する工事が実施され、現在の緑豊かな山域が形成されるに、 至っている。北区の区域には、弥生時代の住居跡と水田跡が全国で、初めて同時に発見された津島遺跡などをはじめ、全国的にも貴重な遺跡が存在している。古くから、山戸国や出雲国などと並ぶ勢力を持ったと言われる、吉備国の一部であり、遠く域内にも5世紀頃に築造されたと見られ、全国第4位の規模を持つ作り山古墳や、 現在の中井町にある神宮寺山いにしえ、備中山にある中山茶臼山古墳などをはじめとする大小の古墳が数多く存在する。遠く西部の吉備中山から西部から総舎市にかけての範囲は吉備の中枢であったとされ、吉備津神社やアッシュやワ神社などの古舎が鎮座し、前述の作山古墳、茶臼山古墳もこの範囲内にある。また、 このエリアに古くから伝わるキビツヒコの命と女の伝承も現在に残る。この範囲は、現在は、キビロと称されて、観光エリアとなっている。旭川流域の山間地域は、旭川の水運を利用した高瀬船の運航を用いて、他地域との交易が行われていたと見られている。大火の改新後、中央集権的地方支配体制形成の中で、七世紀末に、キビ国は、 備前、備中、備後の三国に分割された。和道六年四月三日、備前国の北部六軍を咲いて、三正加国が立国された。国軍里政が敷かれ、各国は軍、その下部に里が編成された。東区の中で三正加国域であったのは、北部の竹部地域の内朝日川伊藤で、福渡里北の範囲にあたり、久米軍の一部であった。 備え中国区域に当たるのは、西部の足森地域、高松地域、木備地域で、足森地域と高松地域北半分、省内、マガネ及び、木備地域東半分、旧庭瀬町域が、火曜郡、火曜郡、高松地域南半分、河と木備地域の西半分、旧夏川町域が、宮古栄郡に属していた。残る区域、 つまり北区の中心市街を含む下半以上は備前国域である。遠く北東部にたる旭川伊島、前述の竹部地域の内見正か国域を除くは赤坂郡の西部にあたる。中南部を占める水戸地域の旭川伊勢と津高、市宮地域、並びに野戸の付近は津高郡、南東部にあたる岡山市街を含む残るエリアは小野郡に相当する。当時の域としては、 お野郡はほぼ全域が遠くに含まれる。また、遠く域内で縁起式新名町に乗る縁起式内社は、備前国津高郡では宗形神社、同お野郡では、お張張り,り名神は下避女神社、お張神社、天神社、天根系神社、国神社、伊勢神社、関門別神社、関門別神,門別神、同名社が二社ある。備中国がよるぐには、木びつ神社、 すず神社がある。古代末期から中世にかけては各地に、荘園や保、国画寮が開かれ、遠く域内にも多くの荘園があった。有力荘園を挙げれば、美禅国小野軍の仕方の層、大安寺層、美野層、美野新城、大安寺層、野田、宿坊、新津津美持、同津が家軍では、永田長田層、大佐田、鵜飼号、宇海、宇垣き号、うがき、四候補、四鳥、 武部号、津加号、備中国東軍では、夏川荘、備中国海洋軍では、足森荘、大井荘、庭妹里、小石荘、板倉里などがあった。特に、備前の仕方の荘は、現在の岡山中心市街にあたるとされ、備前国有数の勢力を持ち、大きな港を有して、旭川上流と各地を結ぶ物資の集産地となって、繁栄した。また、備前、 備中、三正かでは、おさ船に代表されるように刀剣が、坂に製造されたが、遠く内では、津高軍迂回、厳密境間付近が、刀剣の担当地として繁栄し、迂回派と呼ばれた。鎌倉時代には、東国からのご家人が、自刀職を得て、移住、土着し、室町時代から、戦国時代にかけて、軍有拡挙の様相を呈していたが、微前で、 浦上市を下国城した宇喜田直家が勢力を拡大。当初は、備中で勢力を持っていた毛利氏参加として、動いていた宇喜田氏は、小田氏と橋場秀吉の力を知り、小田氏の参加に入った。こうして、当地域西部は、小田氏と備中を滑る毛利氏との衝突地点となり、備中国側の備前国境付近に、三村氏が備中七条を構えた。年、 天正十年、水攻めで有名な備中高松城の戦いが起こった。1573年、天正元年、浮北市は現在の山陽放送がある付近にあたる石山の地に本拠を移し、城下を整備した。その後、直家の子、秀家は本丸を石山の横にある丘の岡山に移し、旧石山城を取り込む形で新たな城郭、岡山城を築城。 旭川の流れを大きく、西へ移し、城の防衛を目的に、城の東部を抱くような流路にした。さらに城下町を拡大、整備し、福岡、片上、西大寺などの備前国内の有力商業地域から商人を移住させ、山陽街道の道筋を変更し、城下町を通過するように迂回させた。浮田秀家は、 豊臣政権下で五大老の一人として有力な地位を築いていったが、1600年、慶長5年関ヶ原の戦いで敗北し、小早川秀明が以前岡山に入法した。秀明は、約1年で後継ぎなく病死し、代わって池田忠次が入法。以後江戸時代を通して、岡山藩は池田氏が藩主を務め、岡山城は岡山藩31万国の藩長となった。 以来、岡山城下は政治、経済、文化の拠点となっていく。備前国域は、ほぼ全域が岡山藩領となった。同藩は、藩直轄領地のほかに、過労に藩の領地の一部を所領として与える形で、統治されていた。現在、水戸地域の神奈川村の日置市、竹部地域の竹部町、中田。 武部新町の武部池田氏がそれぞれ陣屋を設置し、領地、神奈川領、武部領の支配拠点とした。領地は、岡山と津山を結ぶ津山往来の街道が通っていたこともあり、陣屋町として栄えた。三正国域では、現在の武部町、鶴田など、久米南城郡の一部が鶴田藩領で、残るは津山藩領であった。鶴田藩は、当初は、 岩見国浜田藩の飛び地であったが、独立して立藩し、鶴田の地に陣屋を構えた。三政下国の福渡と美全国の武部上の間には、津山往来における旭川の渡し船の港があった。福渡は旭川の水深が深い地点であったことから、深渡市が地名の由来とされ、福渡に変化したとする説もある。福渡、武部上の都船上は、 岡山城下と津山城下のほぼ中間にあたり、伊国か岡山、戻ろか津山、ここが市安の深渡しという詩も残されている。備中国は天領の倉敷支配所や備中松山藩など大将の各大名領、さらには旗本領や自社領、また遠方の国に拠点を置く藩の飛び地など、かなり複雑な領地体系であった。遠くの備え中国域には、 足森に陣屋を構え木下氏が支配した足森藩、庭瀬に陣屋を構える庭瀬藩、その西隣の夏川に陣屋を構える庭瀬藩、戸川氏の分家が支配した旗本領の夏川事業所、高松原小さい村に陣屋を構えた牧田氏の支配する旗本領の高松事業所などがあった。それらの領地に加え、倉敷、松山、他にも木立神社の寺社領など、 遠くにおいてもかなり複雑な支配体系となっていた。足森は神や町として栄え、現在も町並み保存地区としてその風情が残されている。庭瀬、名塚川は、鴨型往来沿線の群堺を挟んだ隣接町で一体化した町並みを形成し、街道沿いということもあり、繁栄した。岡山城下を中心に遠く内には街道が整備されていた。 京都から西国を結ぶ、西国街道、近世山陽道を中心に、北方面には、津山往来、岡山城下から北東へは、倉敷往来、高松から、北西方面には、松山往来、足森往来、岡山城下から、西方南寄りを、鴨方往来、庭瀬から南方へ、コンピラ往来などがあり、コンピラ往来は、岡山から船で、小島郡八浜、 玄玉の死へ渡ってから陸路で下するルートもあった。1700年、元六十三年には、日本三名園として名高い後楽園が、池田綱政により造営された。明治に入ると、岡山の地に、岡山県の県庁が置かれ、山陽鉄道が開通し、旧西岡山医科大学等の教育機関も設置され、広域拠点都市として発展を遂げた。 明治33年、軍の統合が行われるが、遠く域に関するものでは、小野軍と、津高軍が、水戸軍、赤坂軍と、岩梨軍が、赤岩軍、久米南城軍と久米北条軍が、久米軍、宮古境軍と久保屋軍が、筑母軍、河洋軍と、下道軍が、木尾軍へと統合された。1945年、昭和20年6月29日には、 岡山市街がアメリカ軍による空襲を受け、1700人以上の市民が犠牲となるなど、甚大な被害を受けた。戦後は順調に発展し、1972年、昭和47年には山陽新幹線が開業、1988年、昭和63年には四国との連絡線である瀬戸大橋線が開業し、 以来は交通の要衝としての機能も高めている。2005年、平成17年3月22日に、水戸郡水戸町、小島郡長崎町、2007年、平成19年1月22日には、水戸郡竹部町、赤岩郡瀬戸町が、岡山市に編入し、2009年、平成21年4月1日に、政令指定都市移行。当地、 岡山市北区が発足した。区名は、公募により選ばれ、1位、北区、2位、旭区、3位、岡北区、4位、桃太郎区、5位、旭川区、6位、緑区であったが、旧地域名は採用しないという方針と、最も支持を集めたことにより、北区が選ばれた。県外から来訪した人には、岡山駅、市役所や、表町などの繁華街が、 帰宅ということで戸惑いも見られる。他の都市のように、帰宅イコール、市街地よりも北方面というイメージからか、岡山駅から、岡山県総合グラウンドや岡山県立美術館、表町など、帰宅内の場所、施設まで歩いていけるのか、という問い合わせが、文句後に観光案内所へ増えた。という話題が、地元ニュース番組でも取り上げられた。区の中心部に、 全地上波の本社、岡山本社、本社、マスター、演奏所機能は、高松市の本社にあるため、事実上の支局が置かれている。全、チャンネルとも電波は、基本的に南区、玉野市境の金鉱山にある、金鉱山送信所、岡山局を受信する。山間部では、各地区に設置されている中継局を受信する。ただし、山間部の中継局では、 NHK と座与、OK、化2曲、RSKOK しか地曲していない場所が多く、デジタル放送では有りだか2曲、RNCKSB がつぼねされた場所、竹部南では RNC のみもあるが、それでも TSC は全ての場所で地局しておらず、それら南市町地域では当該チャンネルは視聴できない。そのため、 それらの地区ではアンテナを立てずケーブルテレビに加入したり、共同受信アンテナなどを経由して、全チャンネルを視聴している世帯もある。平地部でもアナログ放送では、参院となる各地区に中継局が設置されているが、デジタル放送ではそれら地区でも岡山局を受信するようになる。足森福谷、五つの国毛原のデジタル放送は2010年、開局予定。 FM ラジオ放送については、水戸、竹部地域では電波がほとんど届かず、車載ラジオチューナーでも電波が全く受信できない地域があるため、ケーブルテレビ局の配信を利用した方が良い。今地区にある NTT 西日本の岡山今、村局付近の一部地域では、山陽放送ラジオに合わせると、電池式の携帯ラジオでは良好に受信できるが、 ループアンテナ付き CD ラジカセ等で受信すると NHK の第2層が渾身して山陽放送ラジオが聞き取りにくくなる場所がある。詳しくは岡山市の町、あざ一覧を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。